ーくんです。今日はね、我が家の和室の片隅にある錦鯉プラ池ゾーンからのお届けでして、今回は設備関連にスポットを当てた動画となります。もし設備よりも錦鯉をご覧になりたいという方がいらっしゃいましたら、過去に錦鯉の品種をご紹介させていただいている動画や、錦鯉プラ池の水中の様子を撮影した動画なんかも出させていただいておりますので、そちらをご覧いただければと思います。今回の設備関連についても過去動画で軽く触れていたりはしているのですが、それから変更している部分もあったりしますので、今回改めて最新の情報でお届けさせていただきたいと思います。まず最初に、この池は部屋の中に設置しております。はい、びっくりですよね。わかりますよ。池といえば家の外、庭などに設置するのが一般的ですが、外への設置が難しかったので、このようにインテリアとして、そう、池に対する見方を変えて設置してみたらこうなったんです。ただこんな特殊なことをすると、いろいろと問題点も出てくることかと思いますので、もし真似をされる場合は自己責任、自己責任となりますので、よろしくお願いいたします。で、そんな特殊な環境にある池の設備なんですが、まず床に対しては防水対策をしております。箱庭的な見せ方をしつつ、池の下には防水目的でシートを敷いているんです。例えば魚がジャンピング行動をとって水がこぼれたり、水替え時に誤って水をこぼしてしまったり、地震で波打って水がこぼれたり、何かと床が濡れてしまうようなことってあると思うんですね。そんな時のためにシートを敷いておいて、床が直接濡れないようにしているということなんです。ちなみに利用しているのは透明のテーブルクロスですね。ホームセンターなどに行けば大抵切り売り販売されているかと思いますので、それを必要サイズ購入されると良いかと思います。ただそのままでは見た目が良くないので、化粧砂を敷いたりして装飾しております。あと池の底の部分もこのようにガーデニング用品などで覆って装飾することで見栄えを良くしておりますね。次は池の口の部分を囲っているアクリル板。これは錦鯉の飛び出し防止と水跳ね防止が目的ですね。使っているアクリル板はこちらになります。これを選択した理由は、この池の形状から曲げる必要がありますので、あえて厚みのない 0.5 ミリ厚を選択して好きに曲げて使えるようにしております。あと必要な大きさにカットする必要があるのですが、この厚みなら専用のカッターがなくてもハサミでチョキチョキと手軽に切れちゃいますのでね。それもこれを選択した理由の一つですね。次にこれを接着するのに使ったものはこちら、強力でかつ透明な両面テープです。よくホームセンターなどで CM の動画を流しながら販売されていたりするゴリラテープってやつですね。このようにあまり目立たず強力に接着することができます。水も何度かかかってはいるのですが、たまに端の方が少し剥がれてくる程度で、今のところほとんど剥がれるようなことはなく使えております。逆に剥がしたい場合、少々苦労するかと思いますので、あらかじめそれを想定しておく必要はあるかと思いますね。次はろ過ですね。ろ過フィルターはジェックスさんのメガパワー1215と6090の2台を自己責任で連結させて使っております。ポンプはこちらも自己責任になりますが、ゼックスさんの専用ポンプではなくて、エーハイムさんのコンパクト温泉というものを使っております。ろ過の流れですが、
ここから吸い込まれた水がまず1台目のろ過フィルターに入ります。そしてこの1台目でろ過されて出てきた水が今度は2台目のろ過フィルターに入ります。そして2台目でもろ過されて出てきた水が池に戻されるという流れになりますね。ただそれをするにあたっては故障、水漏れ、とにかく何があるかわかりませんのでくどいようですが自己責任となりますので、もしも真似をされるという場合は十分にご注意くださいね。次はエアレーションです。まずエアーポンプはこちら、ことぶきさんのサイレントエア SA1200S というものを使っております。そしてその先につけているフィルターはこちら、水作さんの水作8ニューフラワー DX ですね。エア吹き出し口に取り付けているパイプのようなものは別のフィルターについていたもので、偶然これにも取り付けることができたので取り付けているだけです。あとは部屋ですので一応湿気対策もしております。換気の他に除湿剤、乾燥剤、ちょっと何というのかよくわからないのですが、このようなものを池の周りに設置したり、来客時には消臭剤なんかも設置しちゃったりして匂いに対する気遣いなんかもしております。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあね、部屋に池を置いて錦鯉を買うなんてことをするのは私くらいかもしれませんけどね、何かしらの参考にしていただければ幸いです。このチャンネルでは川魚や熱帯魚を中心にアクアリウムを楽しむ様子などをお届けしておりまして、今回のような飼育設備や魅力的な飼育方法などもご紹介させていただいておりますので、またよかったらご覧になってみてください。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。ではまたの動画でお会いしましょう。